輸送はまあ無事に行きまして、まあ、2、3日は少しちょっとナーバスになっているところがあったんですけど、まあ、それ以降は本当元のレモンポップに戻ってますし、まあ、どちらかというと気持ちにちょっと余裕があるかなっていうのも、まあ、昨日見て感じられた部分でもあるので、まあ、いい傾向かなとは思いますね。はい、まあ、本当今日はまあ調整程度というか馬場を確かめるような感じで、まあ、乗ってます。はい、まあ、ここの馬場はまたちょっと特殊で、まあ、今日に関しては少し、まあ、まとわりつくような、まあ、ちょっとパワーいりそうな馬場でしたけど、まあ、いい走りできてましたね。はい、競馬の当日になるとまた馬場の傾向というか馬場の質も変わってくると思うので、まあ、スピードが出るような馬場になっても十分対応できるとは思ってます。はい、まあ、千里という距離を、まあ、初めてここの舞台でっていう選択だったんですけど、もともと走らせてみたかった距離でもありますし、まあ、いい結果を出したいなとは思ってます。はい、まあ、初の、まあ、海外、まあ、初の千里というところで、まあ、本当に乗り越えなきゃいけない壁がいっぱいあるんですけど、まあ、それでもいいパフォーマンスを出してくれると、信じてますので、応援のほどよろしくお願いします。僕がドバイに到着して、まず気づいたのが、リメイク の、 そのパンプアップ度、パワーアップ度に対しては本当に気づかされました。でその中で、調子も上げてきているので楽しみにしています。追い切り自体は今回福永雄一騎手から武豊騎手に変わりますので、豊さんにリメイクの感触を確かめてもらう程度 で直線もしっかり足を使ってくれて好感触を得てくれているようです。学習能力が高い馬だと思うので、馬場を走ることによって海外の砂っていうかパワーに対しての対応はしてくれると思ってます。まあ、枠順はちょうどいいんじゃないでしょうかね。特にそのまあ、スタートが決まれば決まってペースが遅ければ前にもつけれますし、早ければ中段後ろという形取れますので、まあ、9番枠ぐらいでちょうどいいと思います。ジャスティンは多少疲れはあったように思いますけども、疲れを取りながらやってきましたけども、まあ、一応1ヶ月あったんで感覚が十分疲れは取れたのかなと考えています。大変なんですよ、まあ、調教がね。非常にうまく岡助手がね乗ってくれてると思いますし、自分の満足できる追い切りができました。ジャスティンもここ経験してますしね、大概の馬がやはりここに来たら環境がいいんで良くなりますよね。先行馬が多いですし、アメリカの馬速いですし、なかなか難しいレースになると思うんですけども、できれば外枠を引いてすんなり先行できればというのが今のところ枠順決まる前の自分の理想であります。